トップ選手も使っている陸上アプリでもっと10秒台に近づきましょう。本日はジローチャンネルの視聴者であるあなたが、もっと早くなれる無料アプリを紹介します。一つ目は、ウゴトル。このアプリは iPhone ユーザーにとって定番なアプリです。ですが、このアプリを知らない人が大勢いるのも事実です。ウゴルトでは自由自在に速度を変えることができます。画面を縦に擦るだけで、超スローで再生したり、超高速で再生したりでき、あなたのフォームの細かい問題点を、しっかり確認することができます。さらに、2つの動画を比較したり、コマ取りをしてさらに細かくフォーム分析ができます。皆さんもウゴルトを使ってさらにフォームの分析を楽しみましょう。2つ目のアプリは、スプリントウォッチ。このアプリもスプリンターにとって定番のアプリです。このアプリでは、オンユアマークから、スタートまでの音声を、自動で鳴らしてくれます。さらに、号砲と同時にストップウォッチが動き出します。ゴールのタイミングでフィニッシュボタンを押せば、タイムが計測されるだけでなく、タイムから計算された失速速度が自動的に算出されます。スプリントデータをタップして進めば、これまでのタイムや速度を遡って確認することができます。スタート練習やタイム計測など様々な用途で利用できる、便利なアプリなので、ぜひ使いましょう。三つ目に紹介するアプリはスピードバンドです。そもそもですが、これはアプリではありません。少し値段は高めですが、多くのトップスプリンターや、スポーツ選手が練習に取り入れています。ジローも、3年前から陸上指導に使用していて、地面を押す技術や、足の引き戻し動作の改善と向上にとても役立っています。このスピードバンドを試してみたいという方は、インスタグラムやラインアットを使って、ジローに連絡をしてみてください。東京と神奈川で行っている、個人レッスンで、このスピードバンドを使った練習を試すことができます。緊急事態宣言が解除されたので、今後はオンラインレッスンだけでなく、競技場で直接、指導をする、個人レッスンも受け付けていきます。オンラインレッスンでは1ヶ月間、毎日指導を受けて早くなりますが、個人レッスンは短時間でがっつり効果的な指導を受けられます。両方ともタイムを早くした実績のある指導なので、興味があるリスナーは連絡してみてください。本日の動画は以上になります。ありがとうございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくね。